ジャパン、すごい日本と世界のニュースへようこそ。今回は中国陝西省で起きた洪水についてお話ししていきたいと思います。近年中国では気候変動の影響と都市化の進展に伴い異常気象による自然災害が頻発しています。特に集中豪雨やそれに伴う洪水、土砂崩れや鉄砲水といった水害は各地で甚大な被害をもたらしており、多くの人々が影響を受けています。こうした災害時には現地政府や関連機関の迅速な対応が求められ、被害の拡大を防ぐために様々な救助・復旧活動が展開されますが、中国におけるこれらの対応には多くの問題があり、政府による活動が機能不全に陥るばかりか、情報の封鎖や救助活動を懸命にしているということをアピールするための動画の制作、広報活動にばかり手を回すだけで、実際の救助活動はかなりずさんな部分があることがたびたび指摘されているところです。実際当チャンネルでも何度かそうしたフェイクの救助活動動画作成の様子を捉えた動画をご紹介させていただきました。中国の SNS ではこうした暴露動画がしばしばアップされては当局の検閲に引っかかり削除されるといういたちごっことなっていますね。そのため中国の災害後の復旧や住民の安全確保には長期にわたる取り組みが必要とされています。そんな中、先日陝西省シタン県においても大規模な集中豪雨によって洪水が発生してしまいました。本日は地元住民やインフラに多大な影響を与えたこの水害についての情報と当局の動き、そして偽の救助復旧活動について見ていきたいと思います。このチャンネルでは日本を応援する立場から日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。まずは中国新聞社が8月10日に報じた情報を見ていきたいと思います。8月9日に中国新聞社のバイという記者は陝西省シタン県の役人から大規模な豪雨が8月8日20時から9日5時にかけて発生したと報告を受けたということです。この地域では集中豪雨が観測され、平均降水量は 124.8mm、 最大降水量は 179.1mm、 さらに最も激しい時間帯には 68.5mm という記録的な降水量を記録し、これまでの観測史上の最高値を上回ったということです。この写真はシタン県で発生した鉄砲水によって市街地が浸水した様子を捉えたもので、写真は陝西省消防庁が提供したものだそうですが、状況の深刻さがよく伝わってくる写真となっていますね。大雨によってシタン県のいくつかの地域では鉄砲水が発生してしまったということで、100台以上の車両が溝沿いに駐車された状態で被害を受けてしまいました。極めて悲惨な状況と言わざるを得ません。さらに一部の店舗では一時的に通信が途絶えたことが確認されたそうです。この災害を受けて地元当局は直ちに特別作業グループを設置し、迅速に対応策を講じたとされており、現場には救援部隊が組織され、積極的に救助活動が展開されたと報じられていまして、今回の陝西省で起きた水害に関しては特に危険地域に居住する5600人以上の住民が緊急避難を余儀なくされ、1700人以上の救援スタッフが動員されたということで、閉じ込められた人々の救助に全力が注がれました。また排水や土砂やヘドロを取り除く作業には20台以上の大型機械が投入され、被害を受けた施設の早期復旧が進められたそうです。この辺りに関しては突っ込みたいことがありますが、それは後ほど話しますので一旦このまま進めていきます。さらに地元当局は技術的な防災措置を導入し、県内の地質災害リスクがある地点やダム、道路、住宅などの重要インフラの綿密な調査と監視を実施しているとのことで、また降雨、水質、土砂崩れなどに対する早期警報システムが強化され、さらなる被害を未然に防ぐ取り組みが行われているとされています。幸いにもシタン県の通信、水道、電気、ガスといったライフラインはほぼ正常に戻りつつあり、災害統計や救援活動も秩序を保ちながら進行していると報告されているということ
ということで、被災者の救援活動が続けられる中で、地元当局の迅速な対応が今後の災害対策にどのように生かされるのか注目されるところです。まあ、まとめますと、当局は迅速に動いたので被害は最小限に抑えられたし、なんならすぐに復旧作業が進められ、インフラに関してはほぼ正常に戻ったということです。さて、この記事は8月9日に取材を受けたものが8月10日の朝9時40分に投稿されたものなんですが、この局地的な豪雨は8月9日の朝5時まで続いていました。仮にインフラがほぼ正常に戻ったという情報が正しいのであれば、わずか1日で通信や水道、電気やガスといったインフラを復旧させたことになるわけですが、まずこの時点でおかしいですよね。通信インフラの復旧に関しては、その被害状況によっては確かに復旧可能でしょうが、水道とかガスなんかはそうはいきません。数日から数週間、大規模な災害であれば数ヶ月要するなんてこともあるわけですからね。この状況でわずか1日で各所点検、復旧作業が完了するというのはにわかには信じがたい話です。この水害から1週間ほど経過した8月16日には NTT TV がこのように報じています。中国陝西省永安市シタン県で発生した壊滅的な洪水から1週間が経過した。政府はまるでなかったことのように、あまり何もせずに済むように情報封鎖を行い、被害状況の過小報告をする。被災民は苦しみにあえぎ怒っていると。取材を受けた被災民によりますと、多くの人が逃げ遅れて落とした。街は泥だらけで、災害後の片付けは今も続いているが、被災地での救助活動は全て民間が行っている。情報封鎖を行う政府は警察を出動させ、市民が撮影できないよう被災地へ近づくことを禁じていると。はい、当局は救助活動も復旧活動も何もやっていないという暴露ですね。しかもこの方が言うには、水は市民が熟睡する夜中12時頃に突然やってきたので、増水のスピードが速すぎて多くの人が逃げ遅れ、水は家の1階部分を完全に飲み込み、助かったのは全て2階以上にいる人だということです。中国の官製メディアの報道では、犠牲者はわずか1人とされているんですが、被災地の状況を見るにこれはありえないわけです。しかも政府が情報封鎖をしているため、市民は被災地のリアルな現状を発信することもできず、写真や動画の撮影も許されません。相変わらず本当に無茶苦茶な状況ですね。一応豪雨自体の報道はされていますので、ボランティアの方々が集まっているようで、そこに助けられているということです。中国の海面新聞の取材によれば、午前1時頃にはすでに地下室はおろか1階も浸水してしまっていたそうで、8月10日時点でも電気は不安定な上に水道は全く復旧していないということです。このあたりも当局の発表とは大きく異なりますね。水道も電気もほぼ復旧したと言っていたのに、現場の声は全く異なるものとなっています。地下にある駐車場は大雨で全て浸水しており、住民たちはとても悲しい思いをしているそうです。本当に生活をどうしていくのかということですよね。車を買い替えるにしても、今まで乗っていた車が廃車になるということは、中古で売ったり下取りに出せないわけですから、家計の負担はとんでもないことになるでしょう。また流されていった車の台数も凄まじいもので、9日夜の CCTV ニュースの報道によると、鉄砲水で200台以上の車両が路上に流されたそうです。ちなみに皮肉なことに、シタン県では8月6日に治水工事のスケジュールに関してビデオ会議を開いていたばかりのようで、李検討書記は浸水防止の必要性を強調したようです。しかしそうした努力も実らず、この度大きな被害が出てしまったということで、都市自体の治水を抜本的に見直す必要があるのではないかと思いますね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。グループチャンネルアジア情報局では、少しコアな観点で中国経済や社会の実態をお話ししていまして、サブチャンネルジャパンさんのお話では日本の観光地巡りなどしていますので、概要欄からぜひ見に来てください。この動画が面白かったという方は、チャンネル登録、コメント、グッドマークお願いいたします。それが何よりのモチベーションになります。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。